このスバ。やっぱりクシャカはうめえ。姉ちゃん、もう一本食べていい？いいですよ、まだまだありますからね。仲睦まじいね。よかったね、コメッコちゃん。メグミンがいないと時々寂しそうに見えたから。ご飯は姉ちゃんと一緒に食べた方が美味しい。コメッコ、好きなだけ甘えるといいさ。今日くらいはどんなわがままを言っても許されるんじゃないかな。本当に？ええ、もちろん。何かしてほしいことはありますか？ね、コメッコ、リザードランナーのハンバーグが食べたい。こんなに食べたのにまだ食べ物のことを。ダメ？それくらいお安いご用です。明日早速リザードランナーを討伐に行きましょう。我が妹のために。よくぞ参られた、選ばれし戦士たちよ。参られたって約束したんだから来るに決まってるじゃない。ユンユン、そんなしらけるようなことを言わないでください。ユンユンお姉ちゃん、空気読んで。私がおかしいの？ではコメッコのためにリザードランナーを討伐に行こうか。そう、我らはクリムゾンハウンド。さすがはアルエ、素晴らしいセンスですね。かっこいい。いざ参らん。リザードランナーはハンバーグもいいけど丸焼きも美味しい。ジェルリ、そうなんだ。でも一匹丸ごとなんて食べられるの？食べる食べられないの問題ではない。食べるのみ。強い意志を感じるね。さすがは我が妹。100匹でも1000匹でもこの姉がしっかり倒しますから任せてください。見つけた、リザードランナーの足跡だ。近くにいるようだ。この辺に生息してるって情報は間違いなかったわね。でもそれらしい姿は、ん？地鳴り？ジャイアントアースウォーム？リザードランナーじゃないの？縄張り争いかもしれないね。モンスターの勢力圏が変わることはたびたびある。ということは近くにまだ肉はいるということ？おそらく。予定とは違いますが、まずはあれを倒してリザードランナーの生き残りを探しましょう。ああ、見せてやろう。せーの、我らクリムゾンハウンド。クリムゾン、いつの間に練習したの？心が通えば自然と名乗りも同じになるものさ。さあ行くぞ。ちょ、私を置いていかないで。このスバ、私の活躍を見ていてくださいね。力の本流が、漆黒の力解き放て。これが魔王を倒す者の実力です。私に任せて。
風が泣いている。撃っていいですか？この一撃食らうがいい。甘く見ないで。はあ、はあ、さあ勝負よ。甘く見ないで。断りに背くか。解き放て我が力。もう身動き一つ取れません。留守番終わり。わ、我が名はユンユン。みんなでご飯でも行かない？このスバ、我が名はアルエ。やがて作家となり。我が名はメグミン。最強の爆裂魔法を繰り出すまでもなく。我が名はコメッコ。コウマ族随一の魔性の妹にして。我が名はユンユン。上級魔法を操り、巨大な人形を打ち倒す。これでとどめだ。カースドライトニング。決まったね。ええ、あとはリザードランナーに我が最強の爆裂魔法を放ち、気持ちよくクエストを終わらせたいですね。さっきの戦いで全然撃とうとしなかったのはそういうわけだったのね。そういえばユンユン、せっかく4人揃っての決めポーズだというのに声が小さくありませんでしたか？仕方ないじゃない。一人でも恥ずかしいのにこんな誰もいない荒野で4人一緒にポーズだなんて。次はうまくやろ、ユンユンお姉ちゃん。なんで励まされてるの私。おや、リザードランナーたちだ。ジャイアントアースボームが倒されたことに気づいて戻ってきたようだね。リザードランナー、姉ちゃん。結構な数がいますし、いいでしょう。みんな離れてください。行きます、エクスプロージョン。これで目的達成ですね。やったー、姉ちゃんすごい大量だ。さすがめぐみんね。母ちゃんと父ちゃんにもお土産。これで家族みんなしばらくは上から解放される。美しき家族愛かな。ある程度は日持ちするように燻製にして、残ったリザードランナーのお肉で打ち上げにするとしようか。このスバーンバンバンバン。ハンバーグに唐揚げにしゃぶしゃぶ。盛りだくさんだね。わーい、ごちそうだごちそう。ではいただきます。しましょう。お、ユンユンどうしたのですか？相変わらず挙動不審ですね。お呼ばれしてご飯だなんて、よく考えたらすごいことよ。緊張してきちゃう。それじゃ冷めないうちにいただくと。いただきゃんかんぷぷぷおかり。早い。まあアースボームまで討伐して散々動き回ったんだ。お腹も空いて当然さ。確かにそうですね。私もペコペコです。まずはハンバーグをいただきましょう。
こういう時ってまず飲み物から口をつけた方がいいのかしら。あ、でもせっかくいろんな料理を作ってもらったんだから、それを。ほら、ユンユンも早く食べないと冷めてしまう、ではなくなくなってしまうよ。え、やっぱリザードランナーはうめい。おかわり。何回目のおかわりなの。私の分も食べていいですからね。たくさん食べて大きくなるんですよ。うん、明日もみんなでパーティーしようね。明日もというのは難しいが、またやりたいものだね。みんなで食べるご飯はとても美味だから。この巣場